田崎史郎氏、安倍国賊発言議員の閣僚抜擢に高橋陣営が怒っている。スポレビ、政治評論家の田崎史郎氏が30日モーニングショーテレビ安西系に出演。自民党総裁選の決選投票で石破茂氏に敗れた高市早苗氏の陣営が閣僚人事にぶち切れている背景を解説した。27日に行われた総裁選は石破氏と高市氏の決選投票の結果、石破氏が国会議員票と都道府県連票ともにわずかに上回り、新総裁になると同時に次期首相の座を確実なものにした。石破氏は総裁選直後から総括に着手し、浦上議員を排除するとともに、総裁選で石破氏を支持したいわゆる勝ち組を優遇。一方で安倍路線の継承者とされる高市陣営を冷遇していると言われているが、その中でも高市陣営を逆なでしたのが、かつて安倍晋三現首相を国賊と発言した村上総一郎氏の総務省抜擢だという。高市陣営が最も怒っているのが、総務大臣に就任する予定の村上茂一郎さんなんですね。村上茂一郎さんは2年前安倍さんの国葬の時に国葬に反対表明した上で安倍さんを国賊と呼んだんです。それで自民党内でかなり問題になって、党紀委員会が1年間の役職停止の処分を下したんです。その人をなんで総務大臣にするんだ、閣僚にするんだと怒っています。これにコメンテーターの玉川哲氏も、あまり閣僚経験ないですよね、そういう人を総務大臣という重要ポストにつけたのはいろんなことを象徴しているんじゃないかと思いますね、と話すと、田崎氏はその通りですね、だからこそ高市陣営は俺たちに喧嘩を売るのかってなっちゃうんですよ、と解説した。なお高市氏は党三役の総務会長就任の就任の打診をこじ、閣僚を打診されても受けるつもりはないと石破氏と距離を置く方針のようだ。